気持ちを抑えることでボールが見えるようになった。打てない時ほど結果を求めてはいけない。大事なのは打ちたいと思うことではない。なぜ打てなかったのか、しっかりとした根拠で打席に立てるよう自分で答えを探し求め、毎日ヒントを得ていく。しんどい中にヒントがある、そう思い続けてきたからこそ今の僕がいる。自分の力で見つけたものが一番強い。